なんだこの道は、タイヤパンクそううわちょっとここを覗いてみよっかな。うわすごくない、ここすごいよあ、そっちから見た方がなんか良さげ。うーわなんだこりゃすげえ、うわうわなにこれ、うわもうなんか目が変になる、なんじゃこりゃうわそこもすげえ、うわ崖だいつ崩れてもおかしくねえみたいなとこで、ちょっとここにいるのが怖いから行きましょう見てたいんだけど、いつ崩れてもおかしくない気がします。うわすげえ、こんなん初めて見たけどここを選んでよかったな。うわ何これ、後ろ大丈夫かな、いやーすげえわここを来る方景色ものすごいんで、景色見たいんですけど、岩がめっちゃ転がってるんで気をつけた方がいいです。故障の原因とか転倒レベルの岩がゴロゴロしてる。いやずっと続いてんのこれ。ああ大丈夫だ、回転灯がついてるとき行っちゃダメだ。ほいいやバイクだと注意しなきゃいけないけど、車だとかなり厳しいと思います来るの。軽自動車とかだったらいいけど、普通車は厳しいな、かなり。うわバイクいいよね、こういう車だと困難な道も割と余裕で来れる。いやいいとこだなこれ。さっきのポイントがダントツ一番すごかったね。いやごちそうさまでした。おっとこれは上に川があったな。バイクイエーうわわ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 たまに私は来るからさ、来る確率が高いからアドベンチャー系に乗った方がいいんだろうけどね普通にネイキッド、まあこういう方はストファイっていうのか、ストリートファイター、それでいいね来てるからね。車種別に何でもいいよね。ただこのバイクはちょっとサスペンションが固めなので、ガッタガタガタガタがねもろ体にくるほいえ橋です。いやいいとこ進むねこの道は、ずっと渓流沿いを走るルートだ。ほいえ回送路ではないけどね、回送路ではないけどいい道。林道より程度悪いぞこれ、さっき通ってきた林道より。県道なんですが一応、うわーっと、あちょっと広いかな、ほっともう
ちょっと危なげだよ。ほいっと、よっしゃ、あと 4.8 キロもあるのか。あ、ここは携帯の電波ないっぽい。うわー、旗か。あー、標高が下がってきたから暖かくなってきたな。おお、いい橋だな。川の真ん中にあんな椅子が。いいな、あの椅子。なんかいいとこ。あの椅子いいね。おお、景色変わりました。いいなあ。いいなあ、いいとこだこれ。渓流釣りやってる。ここは釣れるわ。釣れまくるわ。長えなこの道。あれ、なんかこの先でナビが途切れてる。ん、なんかこの辺でルートの青い印が消えてるんだけど。バイク。あ、いいんだな。めっちゃ乗りよかったな。さっきの人。うわー、すげーこの景色。さっきの対向車の人めっちゃ笑ってたし。白い歯が輝いてた。よっしゃ、おお、いいなあ。300メートル先右方向。お、なんかここのあたりは橋が青いね。右ってか、これ右しか行けねえんだな。ほいえ、うわ、いい橋。うん、これね、これを右ね。よし、うわー、空気があっという間に生ぬるくなった。お、一車線区間終わりだ。こっから二車線です。やっほー。うわ、開けましたな。 このレベルで開けたっていう場所に今までずっといたから。そう、今回これを導入しました。アクセル、なんていうんだっけこれ。急カーブ、おい。ほら、こういう風にすぐ解除できるっていうね。アクセルを一定で固定できるやつを今回導入しました。まあ、高速が長い時間乗るなと思って、長い時間っていうか、まあ何時間だろう、 2、3時間乗ってたんですけど、ちょっとでも楽に高速を巡航したいなと思ってこういうのを導入しました。まあ、知ってる人は知ってるだろうけど、こうやって、まあ、この状態だと離すとアクセルオフだけど、こうやってピッてやっとくと、こうアクセルが一定で戻らないっていうね。トンネルですか。お、一車線のトンネルか。うわ、長え。向こうが見えねえ。これ車、あの、すれ違えないんじゃないか。あ、ここですれ違えるけど。なんだこのトンネル、涼しい。うん、なかなか面白いトンネルでしたね、ここは。ふい、こっち。まもなく左。ここでですね。ほい、これで戻ってきたと。これを右に行くと、さっきの秋葉神社がすぐ近くにあります。よし、
じゃあ須磨田橋方面行きましょう。このアクセル固定するやつ、こういう山間部だと使うと危なくはないんだけど、すぐ解除できるから、あんまり使わない方がいいかもね。私も使わない、ただくっついてるだけ。今はそんなに邪魔じゃない、まあでもパニック状態になった時にもしかしたら邪魔になるのかもしれないけどね。この柄の部分っていうか、この棒の部分が長いんで、これ以上指がいかないから、まあ、ここに引っかかったところでアクセルと同期するだけだからね、あんまり危なくはないんだろうけど、使わない方がいいと思います。こういう割と平坦なとこだったらいいかもね。こう一応手はちゃんと掴んとかないとダメなんですけど、こうやっても、まあ、今上りだからスピードが遅くなっちゃったけどね。設定したアクセル回路のところでずっと保持してくれるってやつです。でこれを解除するときは、あのアクセルをグッてこう回すだけ、オフの方に。しかもグッてそんな強い力じゃないからね、軽く戻す感じで解除されます。でも私的にはあのこのこっちスロットルアシストの方が使えるような気がします。違和感なく使えるっていうかね。でもこのスロットルアシストもこれで高速はすげえ楽になります。すげえ楽になるけど、まあ、私こういう山間部でもスロットルアシストつけっぱなしですけど、最初はちょっと邪魔だなって思う時はありました。あのアクセル前平にしたつもりが前平になってなかったっていう時があったけど、慣れてしまえばもうどうやればアクセル前平にできるっていうのが分かってくるんで、すぐ、もう自分はずっとつけっぱなしですね。あんまり良くないのかもしれないけどね。ういえ、あとこのスロットルの回路固定するやつはあの微妙に高いんですよね。これこんなんで3000円ぐらいするんですよね。それでずっと導入を躊躇してたんですけど、ずっと Amazon の欲しいものリストにずっと入ってんなこれと思って、もうせっかくだから買ってみようっつって試してみました。もうあんまりいらないかもしれないねこれ。でもあれば便利。これをずっと常用するんじゃなくて、とりあえずつけといて、高速道路上でなんか右手を若干微妙に一瞬だけ離したい時とかあるじゃないですか。いろんな場面で一瞬だけ手を離すってことが可能になるんで、あってもいい、なくてもいい。おお、お茶畑ですな。静岡だな。そっちに何があるんですか。私はこっち。私の行く方は中央線がなくなります。確かこの区間も長いんだよな、次に行くまでが。ほい、お、2車線になった。ああ、また狭くなります。長い長い。ほい、おお、開けた。いいとこだなこれ、春の町。ここも春の町なんだね。そう、ツーリングマップルにも書いてあったけど、ここずっとガソリンスタンドないんで、山に入る前に入れた方がいいですよ。今回私と同じルートで山道を通過すると、150キロぐらいだったっけな、150キロ山道走るってね。なんか、ああ150キロしか走らないんだと思ったけど、山道150キロね。はあ、ゆっくり行きましょうかねこの辺は。ほい、子供飛び出てきそう。大丈夫ですか。
か静岡はこういう石垣の上にお茶畑があるっていうパターンが多い気がするな。そういう秋葉神社出てから一回も休憩してないな。どっかで休憩入れたいな。ほいほい、危なげ、ほい、うん。やっぱ険しいわここ国道にしては。国道静岡やるな。お、カーブ注意、ダダダダダダダ、うわすげえダダダダ。うん、本当に静岡はお茶畑だらけなんだよね。急斜面っぽいところじゃなければもうとにかくお茶植えるって感じだよ。なんかいやー すげえ登る。登るってことは涼しい場所に向かってるってことだね。よし登れ、もっと登れ。うわー登るね。うわすげえ。うわまたすげえ場所だなこれ。登るね、やたら。おい、お、川根本町行きました。ん、これは道なりか、こっちか。また下りですか。下りは後ろの方に乗ってニーグリップしっかりして肩の力を抜く。また疲れるな。お、うわなんかすんげえとこ来ましたよ。ここで休憩しよっかな。休憩しよう。じゃあ行きましょう。よし、OK。この扇風機みたいのって何なんだろう。いっぱいあるけど。よし。いやいい場所だった。すごく休憩にいい場所でした。そしてまたこういう道。これが国道ってのがすごいね。いろんな国道があるな。私が経験した中で一番の国道はやっぱりダントツ C25 だね。425号。あそこまた行こうと思って行ったわけじゃないからな。衝撃が半端じゃなかったからね。ううあここもなかなかだな。本当。よっしゃ、農林水産大臣賞受賞、お茶品評会。うん、さっき向こうにいたね。うん、お茶畑だらけ。結構な急斜面でも畑にしちゃうんだね。そろそろ快適な道が恋しくなってきたな。さすがにこういう区間150キロは厳しかったか。でもあれだね、四国の練習だね。四国もおそらくずっとこんな感じなんでしょう。メインの道じゃない場所は。うん、今日パークウェイやめて正解だったかもしれない。
体力のね消耗が割と激しいです。よいしょ、あと何キロ、あと3キロ。おお、3キロつってもねこの道を3キロってなかなか疲れるよね。やっぱうっしゃうっしゃ、うわよいしょ。今回は林道を含む林道みたいな道ツーリングだな。ほい、なんかさすがに自転車乗りもいないな過酷で、ここは自転車で走ろうってなかなか難しいというか、相当な装備をしたかないとこの時期はバテるね。涼しい時期だといいのかな。またこういう路面のデコボコがね、めっちゃ体力消耗するからね、やる気といろんなものを消耗していくから自転車。もう何気に3時半なんだよな。今日は家を出たのが7時半ぐらいだったかな。ふう、あと何キロ、 1.3 キロ。隣にダムがあるっぽいな。お、あった、見えないよく。いやー、おそらく工程を削ってだとしても今日のまだ半分も来てないんだよね、おそらく。バイクこの道はね手上げちゃダメあの人もきっと思ってんだろうな、いや結構きついなこの道ってお、あと 620m だ。そっか、まだあの人は 600m ぐらいしかこの道を経験してないわけだね。この先過酷ですよこれ。お、右手に川が、でかい川がありました。よいしょ、ブレイク、イエおお、だいぶ降りてきた。ふう、これで良さげの道になるんじゃない。もううわ、ちょっとした町になった、嬉しい。下永、うわー、止まれの看板がある、やったーめっちゃ嬉しい